今回は蓮舫氏の都知事選落選について解説するぜ。よろしくお願いするわ。蓮舫さん、都知事選で負けたんだってな。ええ、ニュースで見たわ。小池さんに負けて、参戦は叶わなかったのね。そりゃあ、小池さん強いからな。でも、蓮舫さんも、頑張って選挙戦を戦ってたわよね。うん、でも、結果は結果だな。蓮舫さんは、落選について、私の力不足ってコメントしてたわよね。そうだな。でも、力不足って、具体的に何がダメだったのか、気になるよな。確かに、そうね。まず、今回の都知事選は、小池さんブス蓮舫さんの構図だったんだが、そもそも、この構図自体が、もう飽きられてたんだよな。飽きられてた？うん。だって、もう何度か同じ顔ぶれで戦ってるんだぜ。新鮮味がないんだよな。なるほど。そう考えると、確かに飽き飽き感は否めないわね。それに、蓮舫さんは、国政でいろいろ言われてきたから、都政でのイメージもあまり良くないんだよな。そうなのね。具体的に、どんなところがダメだったのかしら？例えば、消費税の増税問題とか、民主党政権時の問題とか、いろいろあるんだぜ。ああ、確かに、いろいろ言われてたわね。それに、今回の選挙では、政策よりも、人物像が重視された感があるんだよな。人物像？うん。つまり、小池さんが、都政に強いイメージ、実績があるイメージで、蓮舫さんは、国政で失敗したイメージ、実績がないイメージで、受け止められてしまったんだぜ。なるほど。それに、今回の選挙戦では、蓮舫さんは、あまり目立った政策を打ち出せなかったんだぜ。政策が物足りなかったのかしら？うん。小池さんは、都民ファーストという明確な政策を掲げてたんだが、蓮舫さんは、具体的な政策が、あまり見えなかったんだよな。確かに、具体的な政策は、あまり耳にしなかったわね。だから、今回の選挙は、小池さんの勝利が、ほぼ確実視されてたんだよな。そうだったのね。まあ、いろいろ言われてるけど、蓮舫さんも、頑張って選挙戦を戦ってたから、評価してあげたいよな。うん、確かに。それに、今回の結果を教訓にして、今後の活動を頑張ってほしいよな。そうね。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回は蓮舫氏3くらい落選の衝撃について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず、今回の東京都知事選で蓮舫氏が3くらいに終わったってのは衝撃的だったよな。確かに。まさか、こんなに差がつくとはね。だって、石丸伸二氏って元財務官僚で、政治経験豊富だし、小池百合子氏だって元東京都知事で、実績もあるわけじゃん。そうよね。あの、二人に比べて、蓮舫氏は、知名度も高いし、政治経験もあるはずなのに。そこがポイントなんだぜ。蓮舫氏は、参議院議員や民進党代表を務めた経験もあるけど、東京都知事選挙では、その経験がうまく活かせなかったんだよな。どういうこと？東京都民に、蓮舫氏が東京都知事として何をしたいのか、具体的なビジョンが伝わってなかったんだ。具体的に？例えば、都民の生活を豊かにするための政策とか、東京都の未来像とか、そういうものが明確に示されてなかったんだよな。なるほど。それに加えて、蓮舫氏は、過去に東京都知事選に出馬した経験があったけど、その時は落選してるんだ。そうだったのね。つまり、東京都民は、蓮舫氏が東京都知事として適任かどうか、不安を感じてたんだ。不安？うん。それに、今回は小池百合子氏が現職として実績を積んでたし、石丸伸二氏も人気が高かったんだ。だから、蓮舫氏は3位に終わったのね。そういうことだぜ。でも、蓮舫氏も頑張って選挙戦を戦ってたみたいよ。そうだな。でも、今回は、東京都民の期待に応えることができなかったってわけだ。残念だけど、仕方ないのかもしれないわね。今回の選挙結果から、政治家は、ただ知名度があるだけではダメってことがわかるよな。確かに。政策やビジョンが重要ってことね。政治経験も大事だけど、それ以上に、東京都民のニーズに応えられる政策やビジョンを打ち出すことが重要なんだぜ。わかりました。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回は蓮舫氏落選の真相について解説するぜ。
よろしくお願いするわ。まず、蓮舫氏が都知事選で落選したことは、多くの人が知っているよな。ええ、ニュースで見たわ。でも、実際には、落選の理由はそれだけじゃないんだぜ。どういうこと？実は、今回の都知事選は、今までとは少し違う状況だったんだ。どういう意味？以前の都知事選は、どちらかというと、政策や実績が重視されていた。なるほど。しかし、今回の都知事選は、メディアの影響力が大きかったんだぜ。メディアの影響力？つまり、メディアが、ある特定の候補者を有利に報道したり、不利に報道したりすることで、選挙の結果に影響を与えたってわけだ。そうなの？例えば、蓮舫氏は、過去に発言したことがメディアによって大きく取り上げられただろ？ああ、あの、二重国籍問題ね。そう。あれは、メディアによって大きく報道されたことで、蓮舫氏に対するイメージが悪くなったんだぜ。なるほど。さらに、今回の都知事選では、新しいタイプの選挙戦略が使われたんだ。新しいタイプの選挙戦略？ネットを使った選挙運動だよな。ネットを使った選挙運動？つまり、スンスや動画サイトを使って、候補者の情報を拡散したり、支持者を募ったりするんだぜ。そうか。今回の都知事選では、スンスを使ったネガティブキャンペーンも盛んに行われたんだぜ。ネガティブキャンペーン？つまり、候補者の悪口を書き込んだり、嘘の情報を流したりすることで、イメージを悪くしようとするキャンペーンのことだ。それはひどいですね。ネットを使った選挙運動は、従来の選挙戦とは大きく異なるんだ。確かに、ネットは、情報が簡単に拡散されるから、選挙に大きな影響を与えそうね。だから、今回の都知事選の結果は、メディアの影響力とネット選挙運動の影響を無視することはできないんだぜ。なるほど。蓮舫氏が落選した理由は、単に彼女の力不足だけじゃないんだ。そうよね。今回の都知事選は、メディアやネット選挙運動が、選挙に大きな影響力を持つようになったことを示す象徴的な出来事だったんだぜ。深いですね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は安倍政権がなぜ終わったのかについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず、安倍政権が長期政権だったことは間違いないよな。そうね。長い間、首相を務めていらっしゃったわよね。でも、その長い間、様々な問題も抱えていたんだ。具体的には、どんな問題があったのかしら？一つには、経済問題だな。安倍政権はアベノミクスという経済政策を推進していたけど、効果は疑問視されてきたんだ。アベノミクスって、株価は上がっていたように思えるんだけど、何か問題があったの？株価が上がるだけでは、国民の生活は豊かにならないんだよな。賃金は上がらなかったし、格差は拡大したんだ。そうだったのね。それに、社会保障問題もある。少子高齢化が進んでいる中で、医療費や介護費は増え続ける一方で、財源は不足しているんだ。少子高齢化は、深刻な問題よね。そして、外交問題も。安倍政権はアメリカとの関係強化を重視してきたけど、中国やとの関係は悪化しているんだ。確かに、最近は中国やとの関係は複雑になっているわよね。さらに、安倍政権は森友学園問題や加計学園問題など、様々な疑惑を抱えていたんだ。そうね。これらの問題については、国会でも多く議論されたわよね。国民の信頼を失うような問題が多発した結果、安倍政権は支持率が低下し、最終的に辞任に追い込まれたんだ。なるほど。安倍政権が長く続いた理由と、なぜ終わったのかが少し理解できたわ。他にも色々な要因があるけど、簡単に言えば、国民の期待に応えられなかったんだ。そうだったのね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は蓮舫氏と知事選落選について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず、蓮舫氏が落選した原因はいくつか考えられるんだぜ。一つは、都民の期待に応えられなかった点だな。都民は、蓮舫氏に具体的な政策やビジョンを期待していたんだけど、なかなか伝わってなかったみたいだぜ。なるほど。確かに、具体的な政策がわかりにくかった印象があったわね。それに、都知事選は、結局は、誰に都政を任せたいか、という、
人柄やキャラクターも大きく影響するんだぜ。蓮舫氏は、これまで国政で活躍してきたことは間違いないんだけど、都民に、都政を任せたいと思わせるほどの魅力を、十分にアピールできてなかったみたいだな。そうね。国政のイメージが強くて、都民の日常に寄り添う姿があまり見えなかったのかもしれないわね。さらに、今回の都知事選は、他の候補者との争いも激しかったんだぜ。特に、小池百合子氏は、前回都知事選で圧勝した実績があり、都民からの支持も厚かったんだ。蓮舫氏は、小池氏に比べて知名度は劣っていたし、都政経験もなかったから、厳しい戦いだったと言えるだろうな。確かに、小池さんの人気は高かったわよね。実績もあるし、都政経験もあるし、街頭演説も印象的だったし。そして、忘れてはいけないのが、今回の都知事選は、世論調査で、誰に投票するか、と尋ねられるまで、明確な意思決定ができていなかった人が多かったみたいなんだぜ。つまり、投票当日に誰に投票するかを決める人が多く、蓮舫氏は、最後の追い込みが足りなかったのかもな。そうよね。選挙直前に世論調査を見て、慌てて投票先を決めた人も多かったみたいね。他にも、今回の都知事選は、の影響で、街頭演説や集会が制限されたのも、大きな要因の一つだと言えるだろうな。蓮舫氏は、街頭演説で直接都民に訴える機会が少なかったし、メディアでの露出も少なかったんだ。確かに、の影響で、選挙活動が制限されたのは、候補者みんなにとって不利だったわね。もちろん、蓮舫氏自身も、落選の原因を分析しているだろうし、今後の活動に活かしていくことを期待しているぜ。そうね。今回の経験を活かして、今後の活動に頑張ってほしいわね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は蓮舫さんの都知事選について解説するぜ。よろしくお願いするわ。蓮舫さん、都知事選で落選したんだぜ。そうだったのね。なんか、選挙の時には結構話題になってたよな。確かに、よくニュースで見かけたわね。でも、結果は3くらいだったんだぜ。2位でもなかったの？そうなんだぜ。なんで？理由はいろいろあると思うけど、やっぱり知名度が足りなかったんじゃないかな。知名度？うん。都知事選って、やっぱり知名度が重要なんだぜ。そうよね。でも、蓮舫さんって、結構有名だと思うんだけど。各界に、政治家としては有名だけど、一般の人たちには、そこまで知られてなかったんじゃないかな。なるほど。それに、選挙の戦略もうまくいかなかったみたいだな。戦略？うん。選挙って、戦略が重要なんだぜ。どういうこと？例えば、誰が投票してくれるかを考えて、その人にアピールするような政策を打ち出すとか、選挙運動の方法を考えるとか。なるほど。蓮舫さんは、なんか、自分の主張ばかりを主張して、周りの意見を聞かなかったみたいなんだぜ。それは、ちょっと残念ね。それに、選挙の費用も足りなかったみたいなんだぜ。費用？うん。選挙って、結構お金がかかるんだぜ。そうよね。蓮舫さんは、お金がなくて、選挙活動が十分にできなかったみたいなんだぜ。大変だったのね。だから、結果的に落選してしまったんだぜ。残念だったわね。でも、蓮舫さんは、これからも頑張っていくんじゃないかな。そうよね。応援しているわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は蓮舫氏、都知事選落選について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まあ、都知事選で落選確実ってのは、正直予想通りだったぜ。でも蓮舫さん、人気あったんじゃないの？人気はあっただろうけど、今回の選挙、いろいろあったんだぜ。どういったことがあったのかしら？まずは、今回の選挙、対立候補が強かったんだ。具体的に、どんな人が立候補してたの？小池百合子とか、宇都宮健児とか、他にもいろいろいたよな。ああ、聞いたわ。小池百合子さんって、元都知事の人だよね？そうだな。しかも、小池さんは前回の選挙で圧勝した経験もあるんだぜ。経験豊富だから、やっぱり強敵だったのね。それに、今回の選挙、の影響も大きかったんだ。どうして？の影響で経済が停滞してるし、人々の生活も不安定になってるよな。確かに、
大変な時期よね。だから、選挙民は、現状を変える力のある候補者に投票したんだ。なるほど。それに、蓮舫さんは、過去にいろいろあったんだぜ。過去に？例えば、二重国籍問題とか、発言が炎上したとか、いろいろあったよな。そうね。いろいろ言われてたわね。だから、今回の選挙では、過去のイメージが足を引っ張ったんだ。過去のイメージが、今回の選挙にも影響したのね。そうだな。選挙ってのは、過去の実績も重要なんだぜ。難しいわね。まあ、今回の選挙、蓮舫さんは惜敗だったけど、今後の活動に期待してるぜ。どうなるのかしら？今後の動向は、まだわからないけど、きっと何かしら活躍するんじゃないかな。そうよね。期待してるわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は蓮舫さんの発言について解説するぜ。よろしくお願いするわ。あのさ、蓮舫さんって、都知事選で落選した後、ずっと騒がしいよな。そうね。テレビでもよく見かけるし、ネットでも話題になってるわよね。あれは、彼女なりのアピール方法なんだぜ。落選したとはいえ、まだ政治の世界で活躍したい気持ちは強いんだ。でも、あの発言はちょっと。何を言いたいんだ？あの、ちょっと攻撃的というか、周りの人たちに反発してるように聞こえるのよね。そりゃ、政治の世界は常に戦いなんだぜ。相手を出し抜いて、自分の意見を押し通さなきゃいけないんだ。でも、もっと穏やかな言い方もあるんじゃないかしら。穏やかな言い方？なんだそれ、甘いな。政治の世界で甘い言葉は通用しないぜ。でも、周りの人を敵に回したら、何も進まないわよね。そうか、お前は周りの人を敵に回すのが怖いのか？そんなんじゃなくて、私は、ただ、みんなが仲良くやっていけたらいいなと思っているだけよ。仲良くやっていく？なんだそれ、夢でも見てるのか？政治の世界で仲良くやっていくのは無理だぜ。そうかしら。政治の世界は、常に競争なんだぜ。自分が勝ち残るために、時には厳しい言葉を使うことも必要なんだ。でも、そのせいで、みんなが傷ついてしまうこともあるわよね。傷つく？なんだそれ、傷ついても、気にしない。政治の世界は、そんなに甘くないんだぜ。でも、みんなが傷ついているのを見るのは辛いわ。辛くてどうするんだ？政治の世界は、弱肉強食の世界なんだぜ。自分が生き残るために、時には厳しい選択をしなければならないんだ。そうね。でも、私は、もっと、みんなが幸せになれるような政治を望んでいるわ。幸せになれるような政治？なんだそれ、甘いな。政治は、みんなが幸せになれるものではないんだぜ。でも、私は信じてるわ。みんなが幸せになれる政治は、きっとあるって。信じてる？なんだそれ、お前は一体何を信じてるんだ？私は、みんなが平和に暮らせる未来を信じてるわ。平和？なんだそれ、甘いな。この世の中に平和はないんだぜ。でも、私は、希望を捨てないわ。希望？なんだそれ、お前は一体何を希望してるんだ？私は、みんなが笑顔になれる未来を希望してるわ。笑顔？なんだそれ、甘いな。この世の中に笑顔はないんだぜ。でも、私は、諦めないわ。諦めない？なんだそれ、お前は一体何を諦めないんだ？私は、みんなが幸せになれる未来を諦めないわ。幸せ？なんだそれ、甘いな。この世の中に幸せはないんだぜ。でも、私は、もういい、お前は何もわかってないんだ。でも、私は、もういいって。わかったわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は蓮舫氏が都知事選に出馬した理由について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず、蓮舫氏が都知事選に出馬した理由は、いろいろあるんだぜ。一つは、彼女が政治家として、都政に貢献したいという強い意志があったからだろうな。都知事選は、まさにその意志を表明する絶好の機会だったわけだ。なるほどね。でも、蓮舫さんって、前に都知事選に出馬して落選したんでしょ？そうだぜ。でも、落選したからといって、政治への情熱が冷めるわけじゃないんだ。むしろ、その経験を踏まえて、より一層、都政に貢献したいという思いが強くなったんじゃないか？そうか、落選しても、
政治家としての意思は消えないものなのね。そうだな。それに、蓮舫氏は、国政選挙よりも都政に力を入れてみたいという気持ちも強かったんじゃないかな。国政選挙では、なかなか自分の考えを反映させるのが難しいと感じていたのかもしれない。国政選挙は、難しいものなのね。そうだな。国政選挙は、様々な意見や利害関係が複雑に絡み合っていて、自分の考えを貫き通すのが難しいんだ。それに比べて、都政は、より身近な問題を扱うので、自分の考えを反映させやすいと言えるだろう。なるほどね。だから、蓮舫さんは、都政に力を入れたいと思ったわけね。そうだぜ。それに、蓮舫氏は、都政に貢献することで、国民へのメッセージを発信したいという思いも強かっただろう。都知事選に出馬することで、自分の考えやビジョンを広く国民に訴えかけることができる。蓮舫さんのメッセージは、国民に届くのかな？それは、今後の活動次第だな。都知事選で、国民に訴えかけられるような具体的な政策やビジョンを提示できれば、メッセージは届く可能性が高いだろう。具体的な政策やビジョンを提示することが重要なのね。そうだぜ。蓮舫氏が都知事選に出馬した理由は、政治家としての強い意志、都政への貢献意欲、国民へのメッセージ発信という、様々な要素が複合的に作用した結果だろう。いろいろな理由があるのね。そうだな。蓮舫氏の都知事選出馬は、単なる政治イベントではなく、政治家としての覚悟や情熱、国民へのメッセージなどが込められた、深い意味を持つ行動と言えるだろう。深く考えさせられるわね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。